それでは。行きましょう。もうすぐよ。ああ。着いたわ。ここなの？俺も初めは信じられなかった。1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ、久しぶりですね、キリュウさん。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。遊びましょうよ。地下にこんな街があるなんて。驚くのはまだ早い。え？行きましょう。ねえねえ、
いえ。おい。はい。
気流だ。誰かいるのか。いるのは分かってるんだ。来てくれ。待ってたで。キリュウちゃん。キリュウちゃんが肩気になってしもうて、この一年めっちゃ寂しかったわ。せやけどキリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。何この人。元東条会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。1年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。なんやキリュウちゃん、もう女作ったんかい。このすきこましげ。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第四課主任佐山薫です、よろしく。復帰四課？姉ちゃんデカなんか？キルちゃんどないなってんねん。それよりどうしてあんたここにいるんだ。ここの前の親分がいなくなったからや。花屋が？花屋？ああ1年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや、通称サイの花屋、元警官のおせんや。なんや、情報を渡すときに花束使うてたらそないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ。表の人間になったらしいわ。表？なんや、警察の下請けでカムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。ま、ある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや、それがきっかけでサイの瓦は機能せんようになったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げてカムロ町ヒルズの建設事業を受けよった。カムロ町ヒルズ？上に立っとったやろうが、バカでっかいビルの鉄骨が。あれがカムロ町ヒルズや。ま、俺のほんまの狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や。東条会に戻ってくれ。かしこまって、何アホなこと言うてんねん。キリュウちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の東条会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめえや、キリュウちゃん。俺はキリュウちゃんの備えな姿見とうないや。頼む、真島の兄さん。東条会を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないな。それなら一つ条件があるわ。なんだ？キリュウちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。で、引き受けるか。
トーナメント？どういうこと？すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。おい。おう。ん？おい。Ladies and gentlemen, ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場名王者キリュウカズマ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ、一年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。
説のチャンピオンは衰えを知りません。さあ次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリーバスターホームズ。奇遇ですね、キリュウさん。そうくしと安楽死、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。だけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。テイク、
さすがキルちゃんや。相変わらずごっついな。約束だ。登場会に戻ってくれ。まあ、祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。